シャドウの反応はないな。うん、この斧よく手になじむ。薪割りの練習してた甲斐あったな。正体を見せろ。敵は大慌てだ。しゃあ、やっちまおうぜ。イエロー、このぐらい楽勝だよ。こっちが有利だ。焦るなよ。油断はしないでね。終わりだ。余裕の勝利ってやつか。しゃあ、この調子で行こうぜ。おお、チャンスだな。勝利確実ね。消えろ。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。できそうだけど、どうする？よし、ボコボコにしてやれ。パパッとやっちゃいましょう。敵が減ってきたわ。押し切りましょう。いただいていく。ジョーカーの追撃がヒット。おっ、これでおしまい。これで終わらせ。強くなっちまったぜ。見て見て、新技だよ。かわいもない。どんどん進もう。書くか。つけておこう。チェッ。しかしまた大事件か。ジョーカー、この通路の奥、ま、通路というか水路ね。これじゃ進めそうにないけど。しゃあねえ、泳ぐか。いやいやいや、ありえないから。ここ泳ぐなんて絶対無理。私もちょっと、何か他に方法ないかな。おい、あそこの通気口、ひょっとしてあっちとつながってるんじゃないか。おう、行ってみよう。つか、ここ狭すぎじゃね。パンサーの足当たってるしよ。変なとこ触ったら蹴るから、かかとで。バ
やめて、それはマジでやめて。おお、うまいこと出られたな。我が輩の名推理的中だ。ここからなら壁伝いに行けそうだね。へえ、怪盗っぽいな。正真正銘の怪盗だぞ。ちゃんとついてこいよ、ソフィー。なんか気になるもんがあるぜ。この先から地上に出られそうだな。お前ら何者だ。うわ、気づかれた。騒がれると面倒だ。さっさと倒しちゃえ。いけるぞ。まだ来るか。ピクシー、ジャックランタン、アルセール、バイコーン、奪え。アイコン、くらえ。さすがジョーカー、華麗だな。すごいぞジョーカー、かっこいい。終わりだ。終わりが近いな。片付けてしまおう。俺も見習おうとしよう。よし、片付いたか。それじゃ地上へゴーだ。わあ、ちゃんと塀の内側に出られたな。正体を見せろ。見て、敵が慌ててる。おら、瞬殺だぜ。終わりだ。余裕だな。顔に書いてあるぞ。俺は次もうまくいくといいね。覚悟しろよ、てめえら。よし、やっちゃいましょう。敵、あとちょっと。一気にやっちゃおう。楽な戦いだったわ。うん、次も頼むぞ。シャドウ発見、やってやろうぜ。チャンスだ、一気に行け。よし、片付けよう。よし、余裕だぜ。この調子でゴーだ。シャドウがいるよ、気をつけて。おい、
なんだここ。これって牢獄？人がたくさん捕まってる。これが願いを奪われた人たち？見覚えのある顔もいるぜ。間違いなく被害者のシャドウたちだ。こんなところに捕らえられていたとは。じゃあ助けようよ。いや、あの様子じゃここから出しても意味がないだろう。願いを奪われておかしくなっているなら、それを取り戻さなくては元には戻らんか。くっそ、随分派手にやってくれてんじゃねえか。貴様らどこから侵入した？見つかったか。行くぜジョーカー。消えろシャドウ、まだ来るんだ。倒れろ。うまいぞジョーカー。ナイスだ。すごいなジョーカー。ここか。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまう。よし、あとは塔を登るだけだ。一気に駆け上がるぞ。登れ。よっしゃ、てっぺん到着。よし、あの光ってるのをいただくぜ。それがサーチライトの動力源か。ワンピース？個性的なデザインだね。これ、見たことある。アリスのブランドが扱ってるワンピースだよ。雑誌で特集組まれてた。服でサーチライトが動いてたのか。よくわかんねえな。ここは認知の世界だから、何か意味があるんじゃないかしら。お宝じゃなさそうだが、それに類するものかもな。もしかしたらそいつはキングの力の象徴ってことなのかもしれねえ。アリスの人気を支えるそのブランドは、いわばキングをキングたらしめる力の源だ。それがジェイルの仕掛けを動かすコアの役割を果たしてるんだろう。そのコアを私たちが取ったんだから、これでサーチライトは止まるんだよね。いや、まだ動いてるやつがある。これと同じコアがあと2つあるっぽい。1つはここから東の方だ。現実で言うと宮前公園らへんだな。めんどくせえけど、しゃあねえな。あと2つもちゃちょっと奪ってやるか。他のコアがある場所もここと同じ牢獄だらけの塔なのかな。何か呼び名があった方が良さそうだな。鉄装の間というのはどうだ。なんだよ鉄装って。つかここ間じゃねえだろ。どう見ても牢獄だらけの塔。牢獄塔とでも呼ぶことにするか。よし、行こうぜ。
あのシャドウ強そうだ。慎重に行こうぜ。はっ。気になるものを発見した。ふん。よっしゃ、なんかゲット。あるな。この辺りが宮前公園だな。あそこに見えるのが次の目的地か？って目の前じゃねえか。でもここも簡単に入れそうにないわね。回り込むしかなさそうだな。警戒が強まっていてもおかしくない。慎重に進むぞ。奇襲いけそうだな。どうする？もらった。逃さん。よし。あれ、終わったのか？あ、何者だ。げ、バレた。騒がれる前にやっちゃえ。これあれ、スケボーじゃね？ちょっと乗ってみようぜ。お、いいアイデアだな、スカル。うまく使えば敵を一掃できるかも。敵多いな。チャンスだ。次はだ。よし。さすがに減ってきたな。疾風属性が融合。どんどん攻めていこう。よし。せい。いけるぞ。ショータイムだ。せい。シャドウの反応はないな。入れそうなところ見当たらないね。上の方に登る方法ないかしら。気になるのはあの辺りか。何かありそうだな。集中して見てみようぜ。
あれは。やったな。これで牢獄島に侵入できるぞ。シャドウを確認。慎重に行こう。なんだあれ。はっ。チェッ。この調子でゴーだ。研ぎ澄ませ。よし、宝箱見つけたぜ。おっと、中身は？うん、いい、見える、満足だ。さてと。まあまあの収穫だな。また塞がっちゃってるし、せっかくここまで来たのに。ちょい待って、それハッキングで開けられるかも。うわ、マジか。そこの機械を調べてみてくれ。私が試してみる。なるほどなるほど。よし、これならいけそうだ。じゃあナビ、ハッキングを頼む。ハッカー魂見せてやる。じゃあ行くぞ。めっちゃ敵出てきたぞ。ハッキングに気づかれたのか。みんな護衛を頼む。みんなナビを敵から守るぞ。招待バイコン食らえ。さすがジョーカー、華麗だな。すごいぞジョーカー、かっこいい。そこで片付けろ。こいつは任せてくれ。じゃあ行くぞ。スキルヒットだ。その調子でこうだ。どうだ、ぶっ飛べ。ダーリア食らえ。効かないぞ。邪魔だ。私を手こずらせるとはやるな。私にやらせて。こいつは楽しそうだな。早速乗ってみようぜ。戦力は五分か。だが油断は禁物だ。出てこい、くらえ。やるなゾビー、ナイスヒット。役に立ったか。ナビまだか。もうちょっとだ。みんな最後まで頼む。私にやるか。よっ、邪魔だぞ。やっはっ、それはー。どうだ、相手は隠したな。疾風属性の攻撃で倒せ。よし、ハッキング成功。私にかかればこんなもんだ。よーし、開いた。でも襲われて超焦ったぞ。
みんな護衛サンキュな。ハッキングすると敵が飛び出してくる場合があるのか。これからはナビの装備も整えて探索に挑む必要があるな。待って、シャドウだ。貴様ら、どこから。警備は何をしていた。アリス様のため、この先には行かせん。気をつけて、そいつかなり強いっぽい。どっかに隙ができるはずだ。相手の動きをよく見て。行くぞ。セリスだ。ピクシー、食らえ。弱点に引っか。頼りにしてるね。続きます。ジョーカーの攻撃がヒット。さすがジョーカー、神一重だ。ペルソナいただける。ジョーカー、出力少なくなってる。気をつけて。あいつは任せてくれ。シェイハッシェイシェア。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。来い、奪え。ジョーカーのスキルがヒット。いつもすごいよ。ジョーカーの追撃がヒット。いただいていく。ケルソナ、来い。ジャックランタン、アルセール、バイコン、アルセール。さすがジョーカー、神一重だ。ペルソナ、キャプテンキッド。続きます。もう一発。カルが続けて決めた。ほら、こんなもんかな。任せた。任せろ。あいつは任せてくれ。返しようよ。燃やしちゃえ。オーケー。ここだ。ソフィーが強敵を撃破。グッジョブだ。みんなさすが。よし、あとは登るだけだ。全力で突っ走れ。宝箱発見。早く開けようぜ。ほっほう、やっ、これはいいな。これアリスだ。ここのコアは本か。うーんって、あの有名な雑誌、その表紙を飾るなんてすごいね。わかりやすい力の象徴だ。モナの読みは正しそうだな。あんなことしなくても本物の超売れっ子だったのに。フンサだったらどうしてあんなことを。何かきっかけがあったのかしら。とにかくコアは次で最後だ。ここから西の方にある。文化町あたりっぽい。文化町、美術館などもある複合施設だな。一度スクランブル交差点に戻ってセントラル街から行くのが良さそうね。なんかあるぞ。だいぶ前の勘が戻ってきたぜ。勘だけな。
役に立つものだな。セントラル街を抜ければ文化町だぞ。文化町といえば巨大なバレエホールもあるな。バレエ？あ、知ってるぞ。アタックとかレシーブのやつだな。それはバレーボールだ。お、ここもハッキングできそうだな。ハッキング始めるぞ。準備できてるか？よし、やるぞ。頼むぞ、ナビ。護衛は任せておけ。よし、仕掛けるぞ。みんな、守ってくれな。どうだ。なるほど、賢い作戦だ。さすがソフィー。やったね、ソフィー。はぁ、邪魔だぞ。はっ、よっ。見つけたぜ。注意しろよ。熱い展開じゃねえか。勝利どうよ。あっという間だったな。この調子でゴーだ。お、なんかあるぞ。収穫だな。くらいやがれ。僕ら。な、これはピンチだ。大丈夫。私たちなら巻き返せるよ。見てろよ。ぶっ壊す。スカルのスキルが炸裂だ。スカル、次もお願いね。任せろ。まだいんのかよ。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。よっよっ、アイコンいただいていく。ちょっと余裕すぎだろ。おっと、中身は？いいね、もっと欲しい。
のシャドウ手強そうだよね。いつでもやれるぞ。前に気をつけろ。ふん、風の音か。チェさてと。あら。それ。チェ。見える。さっきナビがハッキングしてたやつだよね。だったらナビの出番だね。お願いできる？画面がつかない。電気が来てないっぽいぞ。ハッキング不可能？でも他に道も見当たらない。そういえばセントラル街の広場で大型の機械を見かけたな。あれがここの電源だったのかもな。試す価値はありそうだ。セントラル街まで引き返そう。やべえ感じのやつ発見。気をつけろよ。よし。これであのパネルが使えるようになったのか。まあこれじゃ電力が足りないな。あれの消費電力を考えるとこんな感じの電源があと2つは必要だ。え、そんなに電気食うのかよ。仕方ないな。他にも電源がないかこの辺りを探ってみるとするか。強そうな反応ありだ。いけるか。チェッ！はっ！あれは？やべえ、気力持たねえぞ。ちょい無茶しすぎたか。見える。あれは。うん、敵はいないみたいだね。
研ぎ澄ませ。見える。行くぞ。研ぎ澄ませ。あれはよし。電源装置発見。これで電源装置は2つ目ね。あと1つ必要なんだっけ。この調子で見つけよう。見える。研ぎ澄ませ。見える。あれは行くぞ。研ぎ澄ませ。見える。あれは見える。あったよ、電源装置。電源装置を3つオンにした。これでいいか、ナビ。うん、大丈夫だ。電気流れてる。さっきのパネルのところへ戻ろう。あれは。ちっ。近くにチェックポイントなかったか？シャドウの気配感知。よかった、パネルちゃんとついてるね。これでやっと先に進めるぜ。まだよ、ナビにハッキングしてもらわなきゃ。よし、ハッキングタイムだ。護衛頼んだぞ。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。普通にやれば勝てる相手だ。
よし。ジョーカーの新技か、めでたい。よし。新技だね、おめでとう。これでもっと力になるね。ミッションコンプリート。文化町まであと少しだ。シャドウ発見したぜ。どうする？シャドウ発見、やってやろうぜ。こっちが有利だ。勝てるだよ。よし、片付けよう。悪く思うな。てか、ノワールは昔バレエやってたんだっけ？うん、踊るバレエの方だけどね。すごいな。今度、稲妻サーブを見せてほしい。だからそれバレーボールな。ボールオーケー。終わったのか？正体を見せろ。よし、みんなで行くぞ。瞬殺だぜ。敵、あと少しだね。一気に倒しちゃおう。よこのぐらい楽勝だよ。しゃあ、この調子で行こうぜ。反応ないな。この辺りは平気みたいだ。ここが最後の牢獄島ね。相変わらずでっけえ壁。今までと同じなら扉は閉まっている可能性が高い。どこから潜入する？周りの高台から入れないかな。登れるところがないか探そうか。入れそうなところだ。おい、あそこ。牢獄の中までつながってるな。あれを伝って中に入れるんじゃないか。でもたるんでるからな。このままだと厳しいぞ。あの観覧車が回ったらピンと伸びたりしないかな。そうね、うまくいくかも。あそこまで行ってみましょう。シャドウいたよ。どうする？やっ、パワーチャージ。ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて。いけるぞ。ショータイムだ。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。速攻勝利だな、めでたい。この調子で進むぞ。
上に行ったり下に行ったり、ジェキル、よっ、奇襲できそうだけど、どうする？ゾネ、よし、もらった。よっ、いいぞ。この勢いで突破して島へ。続きます。ナイス追撃だ、ソフィー。まだまだいけるぞ。おお、すげえ。はっ、あ、ソフィーが強敵を撃破。グッジョブだ。はっ、手応えねえな。よし、どんどん行こう。よっ、なんかやべえのがいるな。どうするよ。よし、慎重に行くぞ。あいつ他より強そうだぞ。おい、
あのクラッカーみてえなの。攻撃に使えそうね。うまく当たればダメージになりそう。あれはこうやって使うのか。今だけね。人に向けて撃っちゃダメだよ。パワーチャージ、ショータイムだ。行くぞ、フルパワー。おお。えへん、任せた。俺の出番だ。すごいね、ソフィー。追撃するぞ。もう一発。カルが続けて決めた。ま、当然だよな。やるじゃん、またガリやらせて。ペルソナ。邪魔だな。いくぜ。よっしゃ。ぶちかま。ごきげんよう、トリックスター。ご覧になりますか？ご覧ください。合体を行うのですね。ご覧になりますか？ご覧ください。これでよろしいですか？そのペルソナはすでにお持ちのようです。これでよろしいです。そのペルソナはすでにお持ちのようです。合体を行うのですね。評価をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？この強化でよ、仮面の力によりペルソナが成長しました。どの程度力を注ぎ込みますか？どの程度力を注ぎ込みますか？この強化で仮面の力によりペルソナが成長しました。ご覧になりますか？ご覧ください。これでよろしいですか？これでよろしいですか？新しい自分の目覚めです。強化をご所望ですね。ではご武運を。さて、